波長調調音階とは全音階の一種。全音階を度から度まで上行することで生まれ、全音全音半音全音全音、全音、半音の音程感覚を持つ。ポピュラー音楽界では英語でメジャースケールと呼ぶことが多い。派生型として、火星的調音階と旋律的調音階が存在し、これらと区別するために本来の調音階を あえて自然的超音階と呼ぶこともある。一般的に超音階は陽気、活発さといった感情を霊気するが絶対的なものではない。例えばバラード曲などは超音階で作られている曲も多いが、それにより単音階ではできない独特の哀愁味を表現している場合も多い。また流霊な表現や愛苦しい表現、恩和な表現にも適している。 ロマンハイコーの音楽において、しばしば同種単調の家族和音を尺用することで、超音階のシックスドーンを半音下げることが行われた。これをタム音階の火星的単音階になぞらえて、火星的超音階と呼ぶことがある。シックスドーンとセブンドーンの間隔が増二度となり、メロディとしては少々不自然であると言われている。火星的超音階の不自然さを補うため、 シックスドーンに加えて、セブンドーンも半音下げた音階である。ただ、上高時は一般に、シックスドーン、セブンドーンともフラットが解除され、自然的調音階と同じになる。ちなみにこれは、旋律的単音階の第5音から始めた音階であり、ジャズなどでは、ミクソリディアン6スケールあるいはスーパーミクソリディアン、スケールと呼び即興演奏などにおいて使われることが、しばしばある。 ありがとうございます。